5人組ガールズグループ、ルセラフィム、ルセラフィムが、日本ファーストシングル、フィアレス、2023年1月25日発売のジャケットアートワーク及び収録楽曲名を公開した。ルセラフィム、フィアレス、ジャケットアートワーク公開。ルセラフィムは、キムチャエオン、サクラ、ハユンジン、サズハ、ホンエウンチャエの5人グループで、BTS などのグローバルアーティストを多数輩出しているレーベルを傘下に置くハイブとソースミュージックがリリースする初のガールグループ。ジャケットアートワークは、公開直後から大きな反響を呼んだ2種類のコンセプト、ホワイトバカリスとピンクムスクの写真で構成され、初回限定メンバーソロジャケット版は強い眼差しが印象的なホワイトバカリスのソロカットでデザインされている。また、全形態のパックショットも同時に公開され、豪華封入特典の全貌もホームページにて明らかになっている。ルセラフィム、日本オリジナル楽曲のタイトル、チョイス、日本ファーストシングル、フィアレスの詳細発表時、曲名は明かされていなかった。ルセラフィム初の日本オリジナル楽曲のタイトルが、チョイス、であることも発表された。今作のコンセプトの一つであるピンクムスクでは、それぞれが没頭するアイテムに囲まれて自分だけの時間を好きなように過ごす自然な姿を見せ、物と情報に溢れる時代で自分の好きなものを選んで没入する現 Z 世代でもあるルセラフィムを表現しているが、楽曲、チョイスではどのような選択を表現しているのか、